あ、3人死んだよ。なんて残忍な。その波動砲で同胞死んでるからね。レプチンさんがプチンと投票入れればいいんです。こいつはもう無視よ。まあ行ってみますか。ですよね。2連続だった。2連続いいな。はい、3連続来ました。マットテルテルの時間でございます。だいぶ早い、だいぶ早い。おっと。やるぞーい。やるぞーい。先ほどはよくやってくれたな、ブレイジー。何ですか、あなたは。私か？私はお前見てる通りだ。ホットドッグ死んだ。誰？ホットドッグ死んだ。誰？ホットドッグの神だ。何してくれるんですか？好きなホットドッグを君にプレゼントするよ。あ、君の目についてるのはピックルスじゃねえか。そうです。何やってんじゃん。ほかな、オチがどうなるんだろうこれ。お前のピクルスを俺が挟ん、ちょっと待って、マジで死にそう。あーへぇ、だいぶ変な位置。あれどこで誰なんだこれ。ホットドッグ、ホットの独身スポーツ。ホット今度は直します。熱い独身。なんでもそう変換するやん。ある意味呪いだ。おお、いっぱいいる。どうしたもんかねえ。希望の。あれ？あ、無理無理。なの俺。阿部ちゃん今2回動いたな。ああ。阿部ちゃんじゃないわ。名誉長か。うん。ハイボール。なんか食ってるやついる？アルバート？なんで僕？僕はあんたを置いてって今カマツで停電を直そうとしてるよ。へえ。あ、今ね、停電になったじゃん。うん。そしたらね、弁当がパカッて開いたんよ。いや、僕だったら弁当開ける必要ないだろ。で、えっって思って、もう一回近づいたら、さっきまでいた名誉嬢さんが死んでて、もう一回開いたんよ。ちょっと待って、八山、2回開いてんだったら、誰かが来て開けて殺して逃げてる。そう。だから僕じゃない。そう。いやだからその弁当の見てないかなと思って。アルマちゃん、いや僕はねもう今貨物にいるから知らない。え、ハタどこ、アーカイブ。うん、アーカイブ。うーん、結局何も分かんないってこと。もうなんか食って、マスク外せよ。お前はもうお面、それ声こもりすぎてんの。あ、隙間が開いた。誰の格好？何や、その格好初めて見た。波動砲はどこ飛んでたんですか？キッチン通ったって聞きました。え、キッチン通ってんの？展望通ってました。展望か、展望通ったって聞きました。っていうことは、セキュレ撃ってるってこと？多分ね。まあ、ワンチャン。いや、電気じゃないはずなんだけど。展望の棒の土の下。展望の土の下の部分。展望の棒には土はないぞ。王かな。王じゃん。王はあるけど。おえ、どっちから打たれたか分かんないの。じゃあもう石油化しかないね。じゃあ結構そこは白出るよね。アルマ、八山、阿部も無理じゃない。無理、うん、無理、その時言った。天井上も無理だね。バブプも無理だね。バブプ。ハゲセト無理。ハゲセトは上から来てるからね。みんな無理じゃないですかこれ。じゃあ。あ、僕はシャワーで誰かちょっと見て、僕左側に行ってる見てくれてる人一人ぐらいいるはず。まあ、じゃあ嘘つきがいるな。じゃあ嘘つきがいるぞ。怪しいぞ。嘘つきは誰？そもそもハッちゃんのそれが嘘とかなんじゃないの？いやいやいや、僕はあの、いやでもハッチ、いやアルマ、ハチヤマ、メイン様はね、もう本当についさっきまでいたんだよな。いたよね。
アベレージバトルの殺さもとしたイメージだもんな。どうなってんだろうね、これ。どう動くか。なんかずっと考えてたけど、何も思いつかん。テレポ。ふいー。こうやるんだったらこれだよね。でかっ、尻尾のせいでクソバレる。いやどうしたもんかな。なんか面白いことやってみたいけどな。なんか適当なギャグ言って釣られに行くか。それやってみるか。それで行こう。それで行こう。入れてみるか。やばい。おえー、セーフ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 。ほらヤックルなの。ヤックルそんなベタクの狭間で喋んな。なんか怪しい人死んだ。シャワーさんと明日かは無理です。サンタ、誰と誰ですかそれは。あ、すいません。てかね、これね、しますね。このくぼみの上のところでギリギリ避けれたぐらいのラインだったのよ、波動砲が。あのシャワーの奥のくぼみ、あのカンカンする場所、うん、ああ。シャワーの奥のカンカンする場所に張り付いてたらギリギリ避けれるぐらいのところの下を通ってたから、うん、どの辺になるんだ。エンジンルームの文字の下ら辺ぐらい。じゃあエンジンから撃ったんか。じゃあ、いやいや、わかんない。エンジンルームのあのあれね、あ違う、シャワー室っていう文字を通が中央ぐらいの波動砲だった。どこを通ったの。止め前通路はあその辺通ってなかったから右側に撃ってるのかな。じゃあ、いやでも僕貨物室にいたんですけど飛んできてないっすよ。エンジンいたけどあれっすよ、誰も。あでも僕最後いたからわかんねえや。最後エンジン組んでました。でそのくぼみから出て、この縦長通路のとこで発見。アルマ？え？なんで？いや、なんでも。いやまあ、ね、うん。え、なんて言った？いや全然。エンジンで。まあ。エンジン組んでたね。うん。ああ。エンジンで開いたな、そんなっていう。あのあんま思んなかったっす。ああ。ああ。すいませんすいません。まあ、波動砲は石油から来た2人って知恵を出せ合える、うん、3人一緒にいるから、はい、セキュリティはあセキュリティ通信波動砲は撃てないって感じ。うん、まあ真ん中でしょ、撃たれたの今。まあ真ん中よりちょい上ぐらいかな。あじゃあちょい下ぐらい。正直停電中で分かんなかったけどね、どこかギリギリ下に通って。確かにまあギリギリ釣ってるからね。直してます。何して？まあアルマさんは新章新章手が。カンカンのところで見たんでしょう。ギリギリ釣ってるから。カンカンのところでもギリギリもうマジで触れてた。よくよくれたね。ね。勘がいい。ひょーって言ってた。確かに言ってたな始まった時に。なるほどね。まあでも結構白取れてるからな。はっちゃんとアベレージがなんか。でもわかんね、ずっとなんかモジモジしてない。いや全然してないしてない。してるよね。してないしてない。何もじもじって。あ違う、してない、全然してない。ほんとそう。いやでもあのアベレージも無理だもん、波動砲は。 1回目の波動砲で。そう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 、うん、そうね。あ確かに一緒にいるとこでなってるから。そう、その波動砲で同胞死んでるからね、うん、おお絶好調だね。ありがとうございます。あ、なんやこいつ。ダメか。もう一押しかな。もう一押しだな。でも手応えはだんだん感じてきた。あれやっくり。あいつもののけ姫もしないな。あのバカは。もののけたち。あいつとかそろそろ落としいから。誰？はっちゃん。なんで？落としがつるわ。つるか。やさびつわ。もうそろそろ。大丈夫ですか？あ、大丈夫ですよ。声直りました。
はい、あのもうあのありがたいことに隙間をずっと開けてて、おお、だからちょっとずり下がってきた、あちょっとずり下がってきた、そういうシステムなんだ、ちゃんと止めなきゃテープかなってなんとか告知を、なるほどね、なんか病院変な喋り方、あんまキモい姿とかやな、あれ八山言えな、その顔知ってるやつがキモい、バレた、死んでる死んでる、死ん何、あ死んでる、おかしいな、どうした、やばいやばいやばい、おほい、下ではない、あ危ない、びっくりした、あ危ない、上じゃん、あーみんな死んでる、あー左に絶対犯人いるぞ、左左左ひ、うわあ、うわあ、波動砲ジャッカルで2キルでエレキ上ね、うん、うわあ3人死んだよ、夏ピョンバブはいかない、だって残忍な、リンネ様はね波動砲で死んでないよ、あそうそう、リンネ様は別、あら8レプ白取れます、アベじゃあアルマじゃねえか、だから僕初動でアベレージ8まで白取れるって、じゃあ今回の件でだよ、もう今回の件でじゃなくて初動で白取れるんだって、いやだから今回の件で考えて安倍竹雄影丸、いや竹雄はもういんの、竹雄足りたよ今だからごめん、竹雄影丸アベレージ竹雄は無理だ、だ竹雄足りない、いるな、やっぱ竹雄思い込んでる人あのあれだよ、波動砲がなる前僕とオニキバイタルにいたからどっちにしろ無理で、無理じゃないかなっていう気もするけど、まあちょっと白は出せないな、え8R で白取れないの、 8R は無理、取れないダメ、でもはっちゃんとアルマは無理だと思う、最初のターンの時に結局最初のやつ、そうそうそう、一緒にやる、じゃあ8レプのどっちかじゃん、じゃあだから展望と、いやレプは絶対ない、うん、シンさん無理、波動砲は無理、そう音がした時、いや多分ライゲン戦だよ、どっかラバーズとかで伝わってない、これ今エレキにいる 3,4 人は残ってるの誰だ、4人だから、うん、それは打てない、アベッチの中にいるのよ、アベ影竹朝は8アルマしかいないのよ、ほなアルマやないかい、でもアルマさん最初のターン打てないよ、いやそれは分からん、絶対にだから、じゃあこれ一緒にいた、いやだってハッチャンアベで一緒にいたじゃん、それはいやでもアルマとは いなかった記憶、いただろうか、てめえがそもそもヘメイ様のやつに赤く疑ってきたんだろうが、いや中野アルマできないとは言い切れないです、何なんだ、調子んだ、いや多分8レプでなんかインポスタージャッカルとかに繋がってるんだと思うよ、でもなんでハッチャン知るのそれで、僕もなんか今のターン打ってない、あーダメ、言わない、わかんないじゃない、もしも俺が間違いで打ったゲッサーだとしたら、だ、ダニー、何で言うと俺は誰を撃てばいいんですか、ハッチャン撃てアルマを幅ほど撃て、いやまあそうだね、それ一番丸いわ、さっさと入れい、あー、ナイス、じゃあごめん僕の死人ミスだ、オッケー、じゃあ切り替えていこう、みんな俺今めちゃくちゃ自分で死ぬ気満々だった、だから死人の影を塗ったんだな、アルマ、じゃあハッチャンは何でしょ、イビルゲッサーに、じゃあリンネ様のキルの犯人が残ってるはずだ、あーそうだ、このターン、でもアルマがなんか、うん、リンネ様は違うよみたいなことを言ってる、リンネ様の死を僕あの中野アルマと確認してるから、中野アルマじゃないんだ、なるほどなるほ どリンネ様どこにいんねん、普通に、いやでもリプシンさん、いやでもリプシンさんぐらいしかも見てる人、わかって、だってアルマさんが黒だったんだったら、アルマさん黒だった、これどうなってんの、わらなんだ、俺爆散する気満々で打ったのにごめんなのかな、終わり、これレプさん、レプさん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 、レプさん僕的照れてる、俺人間じゃないよ、オッケー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 、頑張れ頑張れ頑張りましょう、イビルグ、あ、じゃあペンギンぐらいかな、一陣がいい、まあでも今影丸さんがね打ったから、そうですね、僕は仮にもゲッサー足りえる存在になるものですね、影火知らないから、じゃああれじゃない、さっき間違えて死んだんじゃない、イビゲが残ってるか、そうだね、イビゲが、あそうイビゲだった、ハッチャンじゃん、ハッチャンを、じゃあハッチャンイビゲでしょ、ことは
いや、はっちゃんは打つ必要ないね、あの場面、絶対に、イビエで。はっちゃんが、はっちゃんは絶対打たれた。から、イビエがこの中に絶対いる。はっちゃんワンチャンない？陣外。うん、もう一発やってる。ん？はっちゃんワンチャン陣外ない？いや、陣が。え？あ、やっぱり。竹尾アベレージのどっちか。また出れてる、また出れてる、また出れてる。メイヤー、メイヤー、メイヤー、残念でした。ああ。っていうことは、え？じゃあ竹尾アベレージってこと？うん。え？え、だって今ここにいるのはマットテルテルとあとイビゲとメイヤーでしょ。まあ、え、レプチンさんが普通に容疑者に入ってるでしょ。うん。いや、待って、あの俺がガチでメイヤーだから。俺メイヤーじゃないですよ。俺がガチでメイヤー。竹尾さんだね。あ、そういうこと。竹尾さんでいいと思います、僕は。本当にどっちでいればいいんだ俺は。この2票でかいよ。レプチンさんがプチンと投票入れればいいんです。え、きちんと投票入れればいいんです。ああ、そうだね。気持ちないかこいつは。もう無視アベレージはもうまとめて確定。うん、そうだね、それは確定。うん、 でレプチンさん的には俺と竹尾さんのどっちかだよね。そう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 、そうなんだ。でも俺はこの場面でアベレージをあぶり出す必要性がないから。まあね、そうだよ。朝日さんは入れちゃダメだよ、レプさん。竹尾さんやん。うん、でも俺して、うん、まあ竹尾さんでいいか。いや、もうでも僕めちゃくちゃ貢献してましたけどね。いや、レプさん、もうこれ僕合わせるんで入れちゃいましょう。お前は黙ってろ。なんで出ちゃうの。お前なんで出黙ってくんだよ。いやいや大丈夫です。じゃあどこに。竹尾さんかな。僕は竹尾さんに入れます。いや、負けだよそれ。いや、レプチンさんが僕が本当のメイヤーだよっていう必要がないし。竹尾さんが本当にメイヤーだったら僕が本当にメイヤーだよって対抗絶対出るはずなんで。いや、僕はメイヤーじゃないから。メイヤーだよって言ったらさすがに人外でしょ、それ。メイヤーはさっきの投票数的に絶対メイヤーだった。いや、もうじゃあ瀬戸朝日に入れるしかないわ。竹尾さんに入れます。いや、ごめん。くあメイヤー確認忘れてたー。てかまさかのレプさんかよ。やるねー。いやー、ごめんなさい。メイヤー残ってたかー。ねー、残ってるのすごいね。完全に意識から飛んでた。いやー、まあでもね、死んでてもいいもんな。いやー、てか親父ギャグ言ってなんか釣られる作戦全然刺さんなかった。難しいな。作戦だったのあれ。作戦でしたあれ。難しいな。そうや。全然刺さんなかった。クソみたいな作戦。もうないぜやつってね。そう。ただおもんねえやつだけだった。